も、作者です。9月掲載ファンアートのお題は、お店と言われて思いつくはソニックワールドアドベンチャーの序盤の捨て3曲3デー。とりあえず構成とあたりから、そっからいきなり塗ります。屋台は定規を有効活用してね。背景を描きます。そんで屋台の死体を描き直す。背景の白の塗り分けが難しすぎて死ぬ。で、地面の石タイル。かすかに色をつける。で、机を塗る。黒しかけて。銀ガムチェックは手書きでやりました。で、ソニックを肌から塗っていく。やっぱり死体を描こう。登場予定だったエリーは描かずに。ここで何気にチップ初描きです。はしゃいでるのかわいい。で、屋台も死体描く。アイスやのおっちゃん難しい。で、テイルスも地味に登場。後ろ姿難しい。で、ソニックを塗っていきます。スペシャルチョコサンデーもね。で、次にチップ。画用先生を描くとはまさにこのこと。そして屋台を塗る。塗り分けが地味にめんどくちゃい。おっちゃん。で、手袋とかの白を塗る。影を塗る。耳の肌色忘れてた。書き込んでいく。塗り分け。で、テイルスを塗る。背景を修正。したかった。壁というかフェンスを描いて。それの影を塗って。空を塗る。で、最後にサインを書いて、完成。こうなりました。今やったような厚塗りっぽいやつに憧れているんだけど、思い通りに書けないのが悩みです。来月掲載テーマはハロウィン。毎年同じテーマはネタがつきがち。ですが、ファンアートはなるべく毎月書いていきたいのでネタを絞り出していきます。それではご視聴ありがとうございました。